こんにちはトミトです今回はですね、えっ、ー、と、スマホ用のレンズフィルターっていうのを買ったんですね。えっ、ー、と、これをまず買おうと思ったのは、あまず何を買ったかっていうと、えっ、ー、と、ブラックミストフィルター、ブラックミストフィルターっていうのと、それから CPL フィルターっていうのをね、買ったんですけど、これをなんで買ったかっていうと、あの、 去年の今頃、もうちょっと後からの11月ぐらいに DJI から Osmo Pocket 3っていうジンバルカメラが出たんですね。で、僕はその1個前のやつ、えー、っと、それは o Pocket じゃなくて DJI Pocket 2っていう製品名なんですけど、それを持って今でも使ってるんですけど、それの光景が出たんですね。3っていうのが。 でまあ、ジンバルカメラは1個持ってるので同じ用途のものを2つ持つのは嫌だなと思ってって言いながら携帯は2台持ちしてますけどだけどそのカメラに関してはね2個同じようなのを持つの嫌だなと思って、まあ、もしそれがね今使ってるのがダメになっちゃったら、まあ、これをね、えー、買えばいいんですけどだけど買おうかなっていうぐらいまでかなり悩んだですね。 で結局まあその用途が被るからってことでやめたんですけどでそのジンバルカメラのそのオズモポケット3のオプションでブラックミストフィルターっていうのがあったんですよでえっと結構それの何て言うのかな YouTube とかで動画を見てたらすごいよくってでなんかそれのために もうちょっと欲しいなとまたちょっとこう再燃してきていたんですねでこれがこのフィルターが iPhone とか Galaxy で使えたらいいなと思ってでそのブラックミストフィルターっていうのはその Osmo Pocket 3だけじゃなくて普通にその一眼レフ用のカメラのレンズフィルターっていうのがいっぱいあるわけですねでそれを1個買って えっと、右手にカメラ、左手にそのフィルターっていうのをこう持って手持ちでね、撮ればできるかなと。動画を撮るのはちょっと難しいかもしれないですけど、写真だったらいけるんじゃないと思ってね、ちょっとそんなことをやってみようかなと思ったんですよ。で、そのブラックミストフィルターっていうのを見たら、3000円とか2000円台とか。 でで、えるのがあったんでなんかちょっと試してみようかなってふと思ったんですね。だけどやっぱりその、えっと、レンズフィルターっていうのを買って使うことになったらやはりそのカメラとフィ,フィルターと両方手で持ってやるっていうのはちょっと辛いよなと思ってね何かそれを固定するものって何かないかなと思ったんですね。 で、探してたら、どうやって探してたら、探してたら見つかったかわかんないんですけど、あの、そのカメラ用のフィルターをスマホに使えるようにする、何て言うのかな、その、クリップっていうのがあるっていうのがね、アマゾンで分かりまして。で、それをね、まず、えー、買おうと思ったら、そのフィルターじゃない、フィルターとそのクリップが一緒になってる製品っていうのが、 であったんですね僕が買ったのは Newer ーーっていうところの Newer、e、で多分 Newer ーーって読むと思うんですけどそれのブラックミストフィルターブラック拡散フィルターって書いてありますね4分の1ブラック拡散フィルタースマホ用コールドシュースマホクリップっていうのがあってコールドシューっていうのはカメラやる人だったらわかると思うんですけどあのなんだろう マイクだったりとかフラッシュストローとかをこうくっつけられる何て言ったらいいんでしょうねコールドシューっていうのはそういうなんかあの溝みたいなのがあるんですけどそれがついた、えー、その6 7ミリっていう大きさのフィルターをつけれるやつですねでよく簡易的なそのスマホ用の 取り付けレンズズームだったりワイドだったりっていうのはあったりしますけどなんか洗濯バサミみたいなのでそのレンズのとこにあの挟んでつけるっていうやつなんですけどそれとちょっと違うんですけど洗濯バサミみたいなのじゃなくってネジみたいなのでまあ挟み込んでネジみたいなのでこうギュッとこう止める。 っていうようよななやつなんですけどでその 67mm っていうそのフィルターの大きさっていうのは一眼レフのレンズにピタッとはまる大きさなので、まあ、iPhone とか Galaxy の今のその3眼とか4眼とか、えー、3つ4つあのレンズがついてても全部がそこのフィルター内 67mm のフィルター内に収まるので。 だから、そのスマホ用の外付けレンズみたいなのだ,だと、そのレンズ、もともとあるスマホのカメラのレンズのところに合わせないといけないんですけど、それをやらなくていいっていうのがね、まあフィルターだからですけどね、これがもしなんかズームとかあのワイドのレンズだったりすると、ちゃんとそのスマホのレンズのところに合わせないといけないんですけど、まあフィルターなので。 ちょっとそんなにこうレンズのところにしっかりね穴に合わせなくてもいいっていうのは楽なんですけどまあそれを買いましてまあだからこれを買ったことによってそのいろんなねこの6 7ミリっていう大きさのフィルターがいろいろ使えるようになりましたでもう一個買ったって言ったんですけど今言ったのはそのスマホにくっつける、えー クリップと、それからブラックミストフィルターとのセットのやつですね。これが3799円。3799円。だけどこれは、えっと、もしかしたらあれかな。えー、っと、商品の値段でもしかしたらこの買った時には10%とか20%オフのなんかクーポンみたいなのが付いてたかもしれないですね。 あと Amazon のポイントもあって、それも全部使ったので、もうちょっと安かったかもしれない。3000円くらいで買ったような気がします。で、もう一個が、えー、CPL フィルターっていうやつですね。これは、えっ、ー、と、K&F コンセプトっていうところのやつですね。もうこれももちろん6 7ミリの CPL フィルターっていうやつなんですけど、CPL フィルターっていうのは何かっていうと、あのー、僕、サングラスをよく 使うんですけどその中に偏光レンズっていうのがあるんですね偏光レンズのサングラスっていうのがあってそれは何かっていうと反射をこう抑えてくれる反射をカットしてくれるっていうそういうあのレンズなんですね偏光レンズっていうのはなのでこうまあ車乗る時とかにこう強い反射をこう カットししててくれるるっていうのもあるしそれから水水面を見た時にその水面の反射が見えなくなって中がきれいに見えるとかあとは空の青空とかそれから何だっけ木の葉っぱとかの反射も抑えてくれるのですごくね色がきれいに見えるんですよ風景が。でこれをなんかカメラに、えー、これを通してカメラで撮影したいなって思って。 ことがあってまあサングラス越しにやってもいいんだけどちょっと難しかったんですよね。でそれと同じような効果が、えー、あるのがこの CPL フィルターっていうやつなんですけど。っていうのもね思い出して両方2つ買いました。でねこれはね昨日届いて、まあ、昨日ちょっと試したんですけど、まあ、夜試したんですけど。 まあ今のところそこまで効果的なものはまだ取れてないんですけどでもなかなか面白そうだなと思っててでまず思ったのはまあこれはもちろんその一眼レフ用のものなのでもともとはねそれをスマホでも使えるようにっていうそのアダプタ的なものにこうくっつけて使ってるんですけどまずやはり一眼レフ用っていう。 とこでスマホの場合ってレンズもセンサーも違うのでその本気のカメラに比べたらねだからちょっとそのうん同じではない映り方とか一眼レフトはねと思うんですよなんとなくまあでもそれでも効果はしっかり出てて4分の1っていうそのさっきのブラックミストフィルターなんですけどこれはどういうフィルターかっていうと そのライトとかの,その光光源光をこう分散させてちょっとにじませるような感じになるんですね。なかなか口で説明するのは難しいんですけどだからこれからそのイルミネーションとかがこう出てきた時にそこにこうカメラを向けるとかなりこう何て言ったらいいのかなふんわりしたというか。 すごくねいい感じの,あのフィルターなんですけどだからまだまだねどういうところを撮ったら面白いかなっていうのを探してるところなんですけど、まあ、夜景とかそういうのはもちろんなんですけどあの夜だけじゃなくて昼間の風景というか太陽がちょっと映えるような。 ところもあとはこれを通してポートレートを撮ると肌がちょっと何て言うのかなこうアプリで加工したかのような何て言うスムーズなスムース系の写りをするっていうのもあるんでまあだから結構ねこれは面白そうだなと。 持っているんですけど今んとこだけど昨日ちょっと撮った感じではうーんまだまだかなとあとねちょっと気になったのは無理やり露出を上げたような感じに見えるものもあるんですけどまあよくちゃんとその撮った写真を見れば光のところはこうにじんだ感じにぼわっとなるんだけどそうじゃないところはしっかりくっきり写ってるので。 まあそれはだからうまくこう活かせるような写真が撮れればいいんですけどでもかなりね面白そうですね夜の撮影はちょっとやったんですけどまあ昼間のやつですねそれをまたちょっとやってみないとなっていう感じなんですけどでもう一個 CPL フィルターっていうのがあるんですけど これはさっき言ったようにその変光レンズみたいなやつなんですけどでまあこれはねやっぱりちょっとサングラスとはやはり違うなと思ったのがサングラスは顔にかけ,かけ,れ,かければ顔にかければいいだけなんですけどいつもそのサングラスの形っていうのは上下一緒じゃないですかこうそれを逆さにして使うとかってことはないんで いいんですけど、ただ,んだんこのカメラのフィルターの場合っていうのはカメラは横に向けたりあの縦に向けたりっていうのがあるのでこのフィルターを調節するっていうことが必要なんですね。なのでこの CPL フィルターっていうのはあのよく見ると何て言ったらいいんだろうそのフィルターの前面に。 こう調節でできるるよようにこうにに動かせるようになってんですねリングがそれを動かすことによってあのそのフィルターの効果の出具合っていうのを自分でこう調整できるんですねそうするとその反射がきれいに消える角度角度というかポイントというかね っていうのがあるんでさら、ね、に言うと今ちょっと角度って言いましたけどこのフィルターをつけた時にその被写体に向かってまっすぐ向くんじゃなくてちょっとこう上からでも横からでもいいんですけど30度から40度くらいの角度をつけてやるとこの効果が出るっていうことになってるんですねなので例えば水面 を取りたい場合、その水の中をね、撮、えー、りたいっていう時にその水面の反射を消したいっていう場合はこのフィルターをつけた上で、えー、水面に対して角度をつけてカメラを向けてやるとうまく反射を消すことができるんですね。あとはガラス越しに撮った時にそのガラスの映り込みみたいな反射 をあのうまく消すっていうこともできるんですけどその時もカメラにカメラじゃなきガラスに対してまっすぐだとその効果が出ないのでちょっとこう30度くらい斜めから撮ってやると消えるっていうようなね感じなんですけどだからねうんこれはまああと物撮りの時とかかな物撮りの時に映り込みがある時にこれをうまく使えば 抑えられるっていう感じなので結構このフィルターは CPLV フィルターに関してはこううん便,便利というか利便性が期待できるかなっていう機能ですねこの機能が必要な時にそういえばこれ持ってたなと。 持ってね使うっていうような感じ。あとはサングラスした時のような感じ。変更レンズのサングラスをした時のような感じで映すこともできるんで。風景。で、結構その反射が多い時に使ってみるっていうような感じですかね。だけど今のところはブラックミストの方がまあ昼間のね、あの撮影もちょっとやってみないとなっていうことで。 出番がが多そうな気がしますけど。あとはこの6 7ミリっていうフィルターがいろいろね使えることになったんでこれで,でよく見るとやっぱりそのフィルターって結構いろいろあって沼っていうほど沼じゃないかもしれないけどまあちょっとね気になるものは他にもありますね今ブラックミストって言ってきたんですけどホワイトミストっていうのもあるんですね ホワイトミストっていう言い方じゃないやつもあるかもしれないですけどホワイトっていうやつでこっちだと、まあ、ブラックミストのにもちょっと似ている,いるんだけどもうちょっと全体的に白くなるというかなんかね僕のイメージではね三輪さん三輪明宏さんがテレビに出る時に結構この白くもやっとしたこう写し方で出られてる印象が僕はあるんですけど。 もしかしたらホワイトミストかもしくはブラックミストかどっちかを使ってるじゃないかなっていう気がするんですけどだからそんな写し方もできるっていう感じですねっていうことでまずちょっとそのレンズフィルターをね買ったよっていうあとねそうブラックミストフィルターに関してなんですけど写真でもいいんですけどもしかしたら動画を撮るときの方が 動画を撮った時の方がこのフィルター面白いんじゃないかなっていうふうになんとなくちょっと思ってますねあのさっきそのオズモポケット3の話から入ったんでちょっとねそれでうまくいければそのオズポケ3とブラックミストフィルターを買わなくてもこれでねそういうようなことができるっていうでさらに言うとスマホのカメラの方が その画像処理のところの方がすごくいいのでまあこれでできればいいなっていうところですかねあとそうそう言うの忘れてたんですけどちょっとね気になるところがあって夜にこのブラックミストフィルターをつけてえっとその光源ライトとかに,にカメラを向けた時になんかねこのフィルターの丸い跡っていうのがなんか 映っっちゃってることがあるんですよねこれがんなんでなのか本来こういうふうに、えー、使うものじゃないっていうことでその光の跡みたいな丸い円のね形が映っちゃってるんですけどまあだからスマホ用に使ってるからなるのかあとはもしくは付け方がうまくいってないのかちょっとわかんないですけど。 まあだけどここの円の跡が出ちゃっても少し角度を変えてやるとまあ消えるんでまあそんなになんですけどねちょっとそういうこともあったっていう話ですねはいそれから今週はですね、まあ、昨日かなシャオミの,あの新製品の発表があったんです x i シャオミの話この間もちょっとしたような気がするんですけどあのー、この間はなんか家電製品 ペットの餌やりとかあとはモニターとかあとは何だっけな炊飯器とか <laughs> あの携帯電話を作ってるメーカーとは思えないようなちょっとものを出してきたんですけど今回は本命ですね本命の新しいそのえスマートフォンからえとウォッチからラ・ あとは何かなイヤホンなどなどいろいろ出たんですけど最近なんかやっぱシャオミが面白いなと思っているのでちょっと気になって見てみたんですけど個人的に気になったものはまずねあのハブハブです USB-C のハブパソコンとかにつけられるやつなんですけど 5-in-1 Type-C ハブっていう やつで5つのものが付けられるんですけど US B、USB-C が1個で US B、USB-A が3つかな。そして HDMI が1個っていう感じですねで B。で、USB-C は結構これね US B、USB-C の,のハブのポートって、 電源供給専用になってたりすするるのもあるんですよだからデータ通信とかできないとかっていうのもあったりするんですけどこの Xiaomi のやつはデータ通信もできるし電源供給もできるっていうやつですねなのでちょっとねいいなと思ってでしかも 4K 接続もできるし USB3.0 対応なのでデータ通信の速度も問題ないっていう感じ まあこういうそのポートをハブっていうのはいろんな機能があったりするものですけどこれ1個あればいいんじゃないかなっていう感じですねちょっと覚えといたらいいんじゃないかなと思いますそして何よりね、えー、価格です3380円本当かよっていうような感じでこれはねちょっと、うん、今こういうものを探してるっていう人 で、まあ SD カードが欲しいっていう場合は、ちょっとこれにはないんでダメですけど、まあ USB-C と A と、それから HDMI があれば大丈夫っていうような人はね、ちょっとこれ試してもいいんじゃないかなっていう気がしますね。充電も PD100W、急速充電になってますね。ちょっとこれは覚えておく価値はあるんじゃないかなと思います。それから、えっ、ー、と、イヤホン、イヤホンまた出ましたね。この間 ヤホ本3種類ぐらい出ていてそのうちの1個を僕買ったんですけどもう1個買いたいなと思っているのがあるんですけど空張りの中にブルーがあってそれがいいなと思ってブルーの在庫が来るのを待ってたんですけど来なくてなんかラインナップから消えちゃったんですよね今見たらだからもうないのかちょっとわかんないですけどそう思ってたらえっ、ー、とシャオミバズ っていうのが出て、これ先に価格を言っちゃうと11,480円です。で、どういうものかっていうと、オープンイヤーですね。オープンイヤー型で、なんだけど、えー、ハイレズ認証の高音質、ハイファイサウンド、3D オーディオで、えー、ノイズキャンセリング、防滴防塵 IP5、IP54。IP かなで39時間連続再生、えっと、充電ケース使用時っていうことなんででもこのよくある書き方ですけど連続再生っていう言い方はおかしくないですかってだって充電ケース使用時でしょ充電する時間があるわけだから連続再生っていうのは違うんじゃないって思うんですけどそして空張りは えっと、チタングレー、チタンブラック、チタンホワイトみたいな感じですね。すごくね、綺麗な、あの、質感ですね。なんか、今僕が、あの、そのさっきブルーのやつがなくなっちゃってって言ったやつも、えっ、ー、と、あれはオープンイヤーだったっけかなオープンと、あとキャ、イヤーキャップもつけたりすることもできるっていうやつだっけかな。 の、ノイキャンありのっていうやつで、3000円切ってるやつなんですけど、まあ、それよりもこちらの方が多分、あの、音質がいいんじゃないかなと思うんですが、うん、ちょっとこれは、あの、いいかもと思ってます。そして、値段言いましたっけ値段まだ言ってないんですよね。1万1480円。 ですこのねこの内容でちょっとねもう本当に僕エアポッ s 買うことないんじゃないかなって思うようなのがまた出てきていますねあのオープンイヤーのやつが好きなんですよあのっていうかカナル型が嫌いなのでだからねエアポッ s で言えば一番最初のやつあの形のやつ が一番の僕は好みですねそれからイヤーキャップみたいなものがついてるやつだと b o s e のやつが一番あの装着感は好きですね。ウイングみたいなのがついてるやつですね。だけど b o s e のイヤホンもまた新しいのが10月に出るんですけど今度なんかそのウイングみたいなのが一応ついてるんだけどこれであのしっかり。 その安定するのっていうぐらいすっごい小さくなっちゃってるんですよそれがだから装着感がどうなのかちょっとあれで万人の耳に合うのかどうかっていうところですごいこう気になってるんですけどただねやっぱり BOZ ってもともと音響メーカーじゃないですかで音響メーカーが作ってるワイヤレスイヤホンってちょっと接続のところで あのうん悪いっていうほど悪くはないんだけどちょっと不安なところもあったりするんですよね音響メーカーが作ってるやつでイヤホンで他に持ってるやつだとヤマハのやつがありますけどヤマハのやつは今のところ大丈夫だけどちょっと途切れたりするっていうこともたまにありますねあとはえっとペアリングの時にちょっとその まあ一回ペアリングしちゃえばいいんだけどヤマハのやつはなんかちょっとね特殊でしたね左だか右だかを最初にやってペアリングしてもう片方もなんかやるみたいなそんなやつだったんですけどそれに比べるとスマホを作ってるメーカーが出すイヤホンワイヤレスイヤホンっていうのはその辺がすごくペアリングも,らも楽だし途切れないしスムーズですね だからそういう意味でうんまあワイヤレスイヤホンに僕音質を全然求めてないんですよねワイヤレスイヤホンで音楽聴くってこともあんまりないのでだからそう考えると音質とかよりも確実につながるかそれからバッテリーがどれくらいますかっていうのを考えるとやっぱりスマホを作ってるメーカーのものが あの安心じゃないかなという気がするんででしかもこの間ちょっとそのシャオメのやつ2,000円もしないようなやつテレビ屋に1個買いましたけどまあ相変わらずよくて使ってるのでちょっとまたこの辺1個何か試そうかなという感じなんですね。 今僕使ってる AirPods Pro は一番最初の世代のやつなんですけどもうぼちぼち4年とかになるんですねまあ毎日使ってるわけじゃなくて今家でしか使ってないんでまあバッテリーは今んとこ大丈夫なんですけどまあもしこれがダメになった場合はちょっとこの辺が買い替え効果かなという感じですねデザインもすごくなんか触ってみたいなと思うようなそういう質感ですね んとシャオミ来てますよ最近。っていう感じ。シャオミバズ5が気になりましたね。そして、えっ、ー、と、スマートフォンの、これは最上級のモデルじゃないんだけど、その1個下っていう感じかな。ギャラクシーで言うと S シリーズに相当するような感じじゃないかなと思うんですけど、 シャオミ 14t Pro、14t Pro っていうのが出ました。これがね、デザイン以外はすごい気になります。l i カ a と共同開発したカメラシステムで超急速充電。そしてフェリカが使えてっていうようなやつなんですけど、ちょっとこれはすごいな。デザインがね、あのカメラ、 全部カメラじゃなくて1個センサーかもしれないです,ですけど4つあの並んでます iPhone と同じような四角いあのところに4つ並んでるんですねちょっとこのデザインは何とかならなかったのかなっていう、うん、それだけですね不満というか気になるところは iPhone の偽物っぽくなっちゃってるんで シャオミはえっ、ー、と14ウルトラーンウルトラかなっていうのがあるんですけどそれはあの大きい丸いところに全部このカメラ系のレンズとかセンサーとかをあの入れてるんですねだからカメラとして構えて横にすると本当になんかそこが大きいレンズみたいな感じに見えるんですけどそれで と同じデザインにするのはやっぱりダメなのかなウルトラがあるからと思って何か他に方法なかったのかなっていうぐらいちょっと僕はここのデザインは今のところあんまり好きじゃないんですでも質感自体はすごく良さそうですねでそれ以外やっぱりすごく良くてカメラもえっと標準カメラと 標準とかはか、まあメインカメラですね。メインカメラと、それから望遠が50メガピクセルですね。50メガだったと思うけど。で、えっ、ー、と、ワイド、超広角が12メガ。だから iPhone なんかと逆ですよね。iPhone は今、超広角とメインが50メガ、48メガか。 で、望遠だけ1200メガかな10あ ?12 メガか、1200万画素だったと思うんですけど、ギャラクシーのウルトラはもう全部50メガですけどね。っていうような感じでなってますね。まあ、ライカ監修っていうことで、その写真の色味というか、癖というか、味というかね、それがこう、すごい魅力的な感じになってますけど。 で、イメージセンサー、ライトフュージョン900って書いてありますけど、これはちょっとよくわかりませんけど、まあいいんでしょうね、きっと。で、SOC、チップがメディアテックディメンシティ9300プラス。これがどのくらいかわからないですけど。で、リフレッシュレートは 144Hz。これは iPhone よりも高いですね。僕、あまりここは気にしないんで、うん、いいですけど。そして、120W の ハイイパーーチャージ、ワイヤレス充電対応となってます、ねまあハイパーチャージは、えー、ケーブルありのやつだと思いますけどワイヤレス充電対応だけどそれは 120W の超あの急速充電じゃないと思いますけどねっていうのが一番その何て言うのこう目立ったフィーチャーポイントなんですけどこれが、えー、ソフトバンクがキャリアとしては独占販売 なんですけど、オープンマーケット、オープンマーケット版だから、まあ、シャオミから直接買うっていう、まあ、アップルみたいなやつですね。アップルから買うっていうのもあって、それの値段が、えー、っと、2モデルあるんですけど、256ギガのモデルが10万9800円。まあ、約11万ですね。で、もう1個、512ギガモデルがあって、こちらが11万9800円。12万ですね。だから、11万か12万か、1枚の差。 ですね、ここら辺がアップルと違うところアップルはもっと下がると思うんですけどだから512を買っても12万でこの、えー、カメラとそれから、えー、ディスプレイなり何なりがついてくるってまあカメラがかなりいやあの魅力だと思うんですけどいやちょっとこれ レビュー見てからですけどまあまだこれ出るのが11月の下旬なのでまだ1ヶ月以上先の話なんでどうかなちょっとかなり気になる存在ですねこれのカメラが良くてあとは他のなんだろうな発熱だったりとか OS の間のところとかねがそんなに 問題なければ、うん、カメラとして欲しくなるかもしれないですね。あとはまあ写真が強いのか動画はどうなのかっていうところはありますね。そのスマホでもカメラがすごくこういいっていうふうになってるモデルでも写真はいいけど動画はそんな得意じゃなさそうだねっていうのもあるし。うん 動画撮るんだったら、まあ、iPhone とか動画強いですけど、これかなっていうのがあったりするんで、そこら辺がまあ、どっちがどのくらい強いのか。まあ多分まあ写真がメインだと思いますけど、ライカ乗っけてるんで、かなりね、これは気になりますね。で、前のモデル、13T Pro、13T Pro と価格据え置きだそうですね。 すごい。この日本のは特にまあ、この円高時代なんで。これが12万かと。まあ、シャーゴ見の場合はさらにこの上のウルトラっていうのがあるし、まあ、この先、いつか分かんないけど、まあ、来年明けてからか分かんないですけど、15プロ、15ウルトラかが出てくると思うんですけど、まあ、それはさらにすごいんだろうなと。 思いますかでもこれも相当いいんじゃないかなっていう気がしてますね。まあだからすごい大勢が買うような文字じゃないと思いますけど iPhone とかに比べたらね。でもちょっといいカメラが欲しいってなった時にはこれを覚えておいて損はないんじゃないかなっていう気が。 しますね。だからまあ11月下旬に出るのでちょっとこの辺はねあの買った人のやつをいろいろ見たいなと思います。